バセテールは西インド諸島のセントクリストファーネービスの首都である。人口は1.4万人。セントクリストファー島の南西部沿岸に位置する。主な産業は砂糖、漁業である。行政区画ではセントジョージ・バセテール教区に属しているが、市街地の拡大に伴いセント・ピーター・バセテール教区にまたがるようになった。 セントジョージ・バセテール教区のバセテールの市街のみ、の人口は8569人。町の名であるバセテールとはフランス語の定地に由来する。1624年にセント・クリストファー島にイギリスに続いてフランスが入植した。その後、1627年に島の中央部分がイギリス領、北部と南部がフランス領となった時に、 フランスの入植者たちは良質な港に適した定地だった。この地にフランス語で定地を意味するバステールと名付け町を建設した。その後、1783年に全島がイギリスの植民地となった時にバステールはフランスからイギリスの植民地となった。1867年の地震による洪水や火事により町は壊滅的打撃を受けたが町は再建された。 イギリス植民地時代の建造物が多く残っており、今となっては完全にバセーテールの街並みはイギリス風だが、バルコニー付きのフランス風の建造物など、フランス植民地時代の面影も残っている。2003年に日本の政府開発援助としてバセーテール漁業複合施設が建設された。ありがとうございます。